じゃあこんにちは、はい、豊さん、はい、今日は、はい、あるイベントの告知です。すいませんね、告知 で、 ちょっと最後まで見てほしいよな。どういう告知になるのか、はいね、楽しい告知なんで。そうなんです、はい、実はですね、我々のこの YouTube チャンネルがここを飛び出します、はい、飛び出して高木豊チャンネル、皆さんと触れ合って野球討論会をしようというイベントを行います。はい、まだタイトルは考えてませんが、正式な。ないの？ないです。まだ。まだ。まあまあな。そうなんです。で、日時なんですけれども、はい、今年ですよ、6月の17日の土曜日。はい、で、会場が新宿、はい、東京の新宿のロフトプラスワン。で、はい、夕方の6時、会場の7時開演と。はい、いうことで、今まではこの画面を通してしかなかったのが、皆さんとの触れ合いが。直に、間近にというところ。怖いね。いや、何言われるか分からないんだよ。ヤジがさ直接聞こえるんだよ。広島ファンに言われるんですね。そうそう、どうせ広島嫌いなくせに嫌いじゃないから、なんでジャイアンツばっかやるんですか。そう、ね、は最近は阪神乗り換えたでしょみたいな言われます。そういうことは言わないように、言わないように、はい、でどんなことを話すかっていうのはまだ詰めていくんですけれども、まあでも野球のなんていうの、好きな人が集まるからね、はいはい、だから野球を素直に、うん、こう話をしていければなっていうね。いいですね。そういうことも思うし、はい、でもね、ファンの方が知ってるんだよね。いや、そのね、確かにそれはそうですね。まあ、例えば DeNA とか、はい、巨人とか特化してることには強いもうオタク系の人がいるからね。そうなんです。もういや、それは違うよみたいな。さっき数字が違う。全体的に見てるからさ、見落としてるところもあるわけよ。あ、そうですよね。まあ、なに言い訳がましくな。先制パンチにも出してるような感じですが、まあ、例えばシーズンの開始からその6月17日時点の、はい、まあ、12球団、はい、徹底解説であったりとか、まあ、その時にね、例えば話題のトピックスとかトレンドのことが入ってたら、そうだな、はい、このチャンネルでは話せないトレンドも話してもらいます。まあ、今話したいことはあるけどね。そこまで、まあ、やめとく、やめとくけどね。いやって言ったんでちょっと何を言うのかと思いましたけれども、とか、あとは、まあ、せっかく皆さんがいらしているので会場に来られるファンの方からお客様から何か質問、はい、もちろんですよ、はい、そこで答えたりとか、だから質問が主になるんじゃない。あ、それ面白いですよ。いや、それある程度の柱をこっちで立てるけど、うん、いろんな質問を受けながら、はい、ね、もう激論になったりしてな、いや、それは言ったら違うみたいな、お前や全然知らないみたいな言われちゃったりしてな、コテンパンにうなだれる。まあまあ、それは大丈夫だ。それは大丈夫だと思いますけれども、とか、まあ、まあここでしか話せないトークとか、はい、まあ他にもね、何かちょっと企画とかまだまだスタッフと一緒に考えて、そうだね、はい、やりたいと思いますし、あとはなんか豊さんの何かね、プレゼントサインだったり、はい、一緒にツーショットチェキ、はい、握手会なのか、そういう特典もつけたいですね。それ特典になるのかね。あんな親がジジイの手握ってどうすんだよみたいな言わないように。ちょっと待って、言わないように。皆さん今日全部ネガティブになってる。ネガティブになって、そう、なんか張ってますね。そう、アンテナ、はい、いやいや、もうみんなと会えるのは楽しみだけどね。楽しみですよね、うん、なかなかコロナ禍っていうのもあって。まあ、そうだね、はい、皆さんの、まあでももうそれも突破になったからね。そう、突破、突破に、突破にまあまあ、突破なくなったので、なくなったので、で一応まあ料金がありまして、はい、3000円プラスワンオーダーが必須というふうになってきます、はい、で、いやいや、6月17日ちょっと東京に来れないよ、地方だよっていう方、安心してください。配信もあります。なるほど。配信、無料ではないので、そこはちょっと1500円かかってしまうんですけれども、はい、ぜひ配信ライブもやるので、そちらでご参加というのももちろん可能です。そうだね、はい、だからね、地方でも何人かで企画して、はい、いや、高木呼ぼうよって言ったら、はい、行きましょう。いいな、はい、ある程度人数が揃うんだったら行くから、はい、そういうオーダーを入れてこいっつうのね。そうですよね。そうそうそう、全国各地の ね、 皆さん、世界行くよ、ロンドンからとか。ちょっと待って、ロンドンと野球、まあ、ロンドンじゃない、バカ、イギリスが今年 WBC 出てたじゃん。それだったらあそこ行きましょうよ。チェコ、そう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 、チェコ、チェコロッテのお菓子持っていかないで。佐々木本投手みたい。いや、世界でもいいですよ、韓国でもいいですし。そうだな、はい、アジアで来てよって、よぼせよみたいな。そうですよ、よぼせよ違ったっけ。合ってます、合ってます。よぼせよはもしもしです。あ、もしもし、はい、いいですよ、もしもしされたら。こっちは来てよって。あ、来てよ、あ、行くはカジャっていう意味です。カヨカジャ、あ、そう、はい、
ってんだよ。あ、知ってます知ってます。ああそう、なのであのどこでも世界中ね、メキシコでもどこでも飛んでいくので、はい、メキシコ危なくないか、大丈夫、メキシカンリーグありますし、あ、まあ、メキシコ治安は危ないですけど、確かに大丈夫です、うん、大丈夫、なんとかなるでしょう、はい、ありますので、あの皆さん呼んでいただければメールでもいいですし、来てくださいと。その前料金ぐらいは出してくれないかな。それはあのね、顎出し、顎出し何でしたっけ、顎出しだろ、出しとるわけじゃない、顎足だろ、顎出しってお前出しとってどうすんの、そうですね、何くんだよ、我々顎出しもらってもしょうがないですよね。そうですね、あの顎足ね、顎足マフラー顔赤いよ。そうですね、あのねが出れば、うん、あとちょっとのギャラが出れば受けばいいので、まあそうだね、はい、そうすればあの全国各地世界中どこでも行きますので、ぜひ YouTube の会社のメールにご一報いただければ行きます。でも YouTube チャンネルって、まあ、日本がやっぱ主なんだろうけど、はい、まあ、ほとんど 90% 以上が、うん、あとどこなのかね。でもたまに海外から、いや海外あるよね、アメリカ、まあ、アメリカも日本人の人で在住の人で見てくれてる人っていうのはいると思うんだけど、はい、アジア圏はどの辺が多いのかね。以前コメントで来てたのは台湾から見てますとか、うん、ありましたね、香港、台湾、でも韓国もあるんじゃないですか、やっぱりあるかね、はい、アジアはやっぱり日本とね密接なのでもあるし、あとはやっぱりそのダルビッシュ投手との対談もあったので、よりアメリカの視聴者も増えたんじゃないですか。そうか、はい、英語は全然打ってないからね。あれ英語打ってちょっともう一回出そうかな。あれ多分 YouTube で翻訳機能がついてるから翻訳して多分見られると思います。ああそうなの、英語圏の、はい、の方も、なのでもしかするとアメリカからオファーが来るかもしれない、来てほしいと。困っちゃうね。どうもね、行きたいところいっぱいありますね、アメリカ。そうだな、はい、行きたいところいっぱいあるよね。夢は膨らみます。そのためのまずは第一歩、ね、というところなので、あのチケットの購入であったりチケットの詳細は概要欄に ありますので、そこを見ていただければというふうに思いますし、まあ、皆さんの協力があってね、初めて成り立つこともあるし、はい、ね、これチケット完売しちゃう可能性もあるんですか。あ、一応会場がキャッパーが120人。お前完売しなかった、お前ハムケみたいになってたら、そしたらもう手売りですよ、手売り、はい、当日券をもうスタッフが呼び込みだな、禁止だろ、新宿はダメなのか。そう、ダメなの。歌舞伎町、そうですね、ダメですもんね。もう両方に看板とは練り歩かないと。いや、そうですよね。ああ、なので皆さん来ていただけると嬉しいですし、まあそうだな、はい、いろんな内容も企画も考えてますので、はいはい、でこれ3000円プラスワンオーダー一応必須になってくるんですけれども、あの会場が、まあ、食べ物であったりとか飲み物食べられたり飲めたりするので、そういうのはなんかちょっとワイワイしながら皆さんと楽しく食べて飲んで、そうだよ、公園じゃないんだからさ。こんなこと、かしこまってこうやって座れても困っちゃうよ。で私たちも何か飲みながら、当たり前だよお前。そうですよね、こんなんでみんな、まあ、ほとんど白布で行くけど。まあ、ちょっと酔っ払ってもいいのかなっていう。いや、そうしたらぶっちゃけトークも聞けるので、まあ、そうでしょ。で、まあ、ワンオーダー必須なんですけども、そこからプラスアルファ、まあ、あの皆さんが、まあ、飲んだり食べたりしていただけると、ああそうそうそう、何かのプレゼントが当たるっていう。そのプレゼントはまだちょっと決めてないんですけど、ね、まあ、チェキなのか握手なのか、まあね、豊さんとハグなのか、豊さんに一日何かしてもらえる券なのか。それはハード高い。いや、ものすごい頼んでくださった方ですよ。最近忙しいんだよ。じゃあ豊かさんに1日密着できる件とか。もうそれ鬱陶しいよ。鬱陶しい。いやついてこられると鬱陶しいよ。息切れて詰まる。そうそうそう。それは嫌だと。嫌だ。なんかまあ豊かさんが鬱陶しがらないようなプレゼントを考えているので、ね、はい、皆さんちょっとぜひ気楽にね。いや、もう気楽気楽、はい、飲んで食べていきましょう、ね、ね、みんな来た人たちは友達ということで ね盛り上がろうよ。そうですね、盛り上がりましょう。まあ、ある種チャンネルを応援してくださってるね、はい、皆さんが集まるんだろうから、うん、もうみんな仲間として、ね、はい、楽しめれたらいいよな。ですよね。これあとどうなんですか、なんかグッズとか販売しないんですか。まだ考えてない、そこまで。そうなんですか。なんかね、このチャンネルでグッズってまだできてないので、高木豊 YouTube チャンネルのグッズとか販売できればいいですよね、うんうん、3年生を振り返りの時に猫描いてる、うん、あ、はいはいはい、女房、はい、あれとかいいって言うけどね、うん、あれはいや、あれは販売しないんですかみたいな。おお、
あれグッズにならないんですかっていう投稿もあるわけ。おお、販売しないんですか。とか、はい、俺のなんかこう涙のノックじゃないや。あ、ラストノックですね。ラストノックの時に着てた T シャツとかね、はい、まあそういうのはあるよね。そうですよね。だからそういうのでなんかグッズでタオルとか T シャツとか なんかまたできたらいいですね。まあそうだ、まあ、この時に間に合うかどうかは別としても別としてね、はい、はいはい、うん、なんかいいですね。第1回目というところで盛り上がる、まあ、1回目が大事だからな。そうです。ここでこけたらもうね、お呼びかからないので。沢田研二はね、沢田研二さんいるでしょ、はい、会場に人が少ないっつって帰っちゃったわれわれはやりますよ。帰んない、帰んない。お客さん一人でも二人でも、まあまあそうだな、はい、マンツーマンでやりましょう。はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。